はい、皆さんこんにちは、カブクワカントリーです。今回はですね、場所を変えてるんですけども、ここどこか分かりますでしょうか。ですね、ここはですね、僕のブリードルームですね。掃除してやっと出来上がりました。あとはね、クーラーをつけるだけなんですけども、クーラーつけた電気を引っ張ってきたらいいんですけど、それまではね、今は春なんでね、まだ常温で飼える生き物はここで飼おうかなと思ってますね。後ろに窓があって、でそこから風が入るようになって、こっちにこう風が当たるようにしてるんですよね。そうすると外よりも中の方がちょっと涼しくなるんで、そこそこほどほどの温度にはなるんですよね。で今回はこのブリードルームの中で昨日むちゃくちゃレアな生き物が取れたんですよね。ガサガサしてたら結構レアな生き物が取れまして、それを今回は紹介していきたいと思います。じゃあここに出てきてもらいましょう。こちらです。この水槽ですね、この入れ物、これは何かと言いますと、この石があって水があるんですよ。そしてこれ昆虫です。ちゃんとしたれっきとした昆虫です。久しぶりに昆虫の動画を上げますね。今までずっと爬虫類、両生類系ばっかだったんで、久しぶりに昆虫の動画を上げることになりますね。じゃあ紹介していきましょう。もう見えてますね、これですね、これ、このカマですよ。これなんでしょうかね。おっと、これは見てくださいよ、これ。皆さん知ってますでしょうか。これ今死んだふりしてますけど、これは何かと言いますとね、太鼓打ちですね。太鼓打ちです。タガメとかの仲間ですね。タガメとか水カマキリの仲間です。結構ね、少ないんですよね、こういう水生昆虫。この太鼓打ち、水カマキリとか、そういう獲物を捕らえて食べる、こういう鎌を持ったカメムシ系の生き物が全然いないんですよね。これこいつカメムシの仲間なんですよね。で中足より後ろ足の方が長い。そしてこの前足に鎌を持っていて、ここの部分でメダカとかを捕らえるんですよね。でそしてこの呼吸管、これなんですけど、これここの細い、これあっと逃げちゃった。これはですね、この呼吸管は本当はこれ1本に見えるんですけど、これ2本あるんですよね。これ乾燥すると2本に分かれてくるんですよ。これ乾燥してきたら2本に分かれるんですよね。そして太鼓打ちはちゃんとカメムシの仲間なんで、羽を乾かして飛ぶことができます。羽を乾かして飛ぶことができまして、でこれ今ちょこちょこ歩いてますよね。ちゃんと爪になってまして、こうやってしてもあまり落ちにくいです。よいしょ。でね、で陸を入れておいて、でここに苔を入れてるんですよね。万が一のことがあると思って一応入れてるんですよ。万が一っていうのは苔にね、卵を産むんですよ、太鼓打ちって。結構暴れてますね、この苔に産むんですよね、太鼓打ちって。なので苔に卵を産む時があるので、お腹が膨らんでたんですよね。もしかしたらお腹がいっぱいで膨らんでるのかもしれないんですけど、でも念のために苔を入れておきました。で大体水に触れるか触れないかぐらいの水を入れて、で休める場所を作ってるんですよね。で太鼓打ちとかは配送するときとか、そういうときに、やっちゃいけないことがありまして、一つはですね、水を入れてはいけないんですよね。この水生昆虫って配達してるときに水がジャッパンジャッパンになるんですよね。そのジャッパンジャッパンになってるときに、太鼓打ちって普通に気門呼吸なんですよね。この管呼吸なんで、人間の肺呼吸みたいな感じなんですよね。なので水の中で溺れて死ぬときがあるんですよね。溺死しちゃうときがありまして、なのでこの子はこういう太鼓打ち、タガメ、水カマキリらへんの生き物はあれですね、水苔とかを入れて、で湿り気を与えて配送するって感じですね。配送するときはでね、この太鼓打ちちゃんね、まだね、昨日取ってきたばっかなんで、まだまんまに餌を食べないんですけど、結構元気なんですよね。生き生きしてました。こいつもガサガサしてて、
で、太鼓打ちいるかなっていうポイントでガサガサしたら見事に取れたんですよね。見事に予想が的中したという。すごいですよね。あ、今息してますね。ちょっと見てみましょう。これですね、太鼓打ち、これこうやって鎌を待ち構えてちょっと浮いている感じで、でこれ管の部分ちょっと見えにくいですけど上に方に突き出してるんですよね。ちょっと見てみましょう。ちょっとだけ見えてるの分かるでしょうかね。ちょっとだけ難しいですかね。ちょっと難しいか。これちょっと出てるんですよね。ほらちょっと出てるんですよ。こういう感じで水面からね、で息をするんです。なのでまるで忍者のようにですね、普通に図鑑とかでもね忍者とか言われてるんで素晴らしいですよね。じゃあね、今回はねこれぐらいで終わろうかな。それともブリードルームを見て回る方がいいでしょうかね。まあ、一旦ブリードルームもちょっとずつ紹介していこうかなって感じですかね。じゃあ一旦紹介していきましょう。おう、まずはこの棚ですね。この棚がありまして、これこういう3段4段まであります。4段まであって、であと隣にここ上に霧吹きがありまして、でここにこれコンセントあるんですけど繋がりません。これが一応他の生き物とか入れるよとか、あとはこれの中に、あとまた保冷剤使う生き物とかはこの中に入れようかなと思ってます。まだワインセラーがないんで、ワインセラーが来るまではここで低温酒管理しようかなと思ってますね。でここら辺に日本産の生き物とか常温酒を置いていこうかなと思います。でクーラーが入ったらもう勝ちなんですけど、クーラーま、クールまではここら辺で管理したいと思います。あったかい方が生き物が、あったかいほど元気になるっていう生き物はここで買おうかなと思ってますね。じゃあね、今回はねこれぐらいで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。あとコメント欄もどしどし応募してますので書き込みに来てください。じゃあこれぐらいで終わろうと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ